こんにちは、ノクさん。今日はね、アムウェイのことについてまたお話していくのと、あとはアムウェイから広がるネットワークビジネスですね。こちらの方についても私もね、いろいろとお話していこうかと思います。まあ、アムウェイに限らずネットワークビジネスって、当然ビジネスなんで利益量に差ができると思うんですよ。例えば、商品を売るのが上手な人、人を集めるのが上手な人、商品の説明やどういうふうにユーザーさんがそれを使ったら生活が豊かになるかってことを提案できる人ね。でも、ただ参加するだけで儲かるかもしれないって人はこれダメですよ。ダメだと思う。これね、アムウェイだから特別一部の人しか成功しないみたいなもんじゃなくって、まあ、いわゆるね、セブンイレブンで働こうが、鉄鋼会社で働こうが、広告の会社で働こうが、結局、昇進する人とか給料が上がっていく人って一部で、何が違うかっていうと、そのネットワークビジネスってね、私も行った時に、ものすごくタイトルを持ってる人とか、いわゆるランクの上の人が来るわけですよ。そうすると必ずね、大変お忙しい中駆けつけていただきましたとか、忙しい中ありがとうございますっていう言葉をね、使ってるんですよ。いや、こんなにタイトル上がってきてまだ忙しいのみたいな。だったら会社員の方がマシで、会社員って、まあ、平社員からね、係長ぐらいになったら、とりあえず係長ってちょっと楽になるんですよね。もちろん課長とか部長になるためのそういった勉強するためには楽になった分、空いた時間でそういうことをやらないといけないですけども、基本的には昇進すればするほど体がフリーになっていくんですよね。それは作業を部下に仕分けれるからなんですよ。だから取締役とかゴルフ行ったりとかね、するわけじゃないですか。で、そこでなんとなく知り合った友達と取引先になったりとかして、決まった仕事をまあ部下に流したりとかね。じゃあ、おたんくんのほうの商品をなんか10万個買いますから、うちの会社で引き取りますよみたいな感じで円を作ったりとかしてビジネスになっていく。でも、その10万個をその口約束したその人、役員の人が売るわけじゃなくて、それ社員に振り分けるわけですよね。だから作業自体はどん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 なんか分けていくっていうんですか。で、自分の豊かな時間とか、家族と過ごす時間とか、勉強する時間とか、レジャーの時間をたっぷり持つわけですよ。当然給料も高いんですよね。だからそういうふうに同じネズミ講っていうかね、ピラミッド式だったら上に行けば行くほど楽になって儲かるはずなのに、ネットワークビジネスってサポートむちゃくちゃ忙しいわけですよ。で、これね、私がアフィリエイトずっとやってきた時、広島市内で起きたことなんですけど、カフェでね、ネットワークビジネスのちょっと会社名は言いませんけども、まあアムウェイとは言いませんけどもね、割と何トップランカーの人がいるわけですよ。ものすごい人が、それこそ月収が800万とか言ってたかな、1000万とか、あの辺の人なんですよ。一緒にコーヒー飲んでたんですよね。で、私の方はアフィリエイトなんで、サイト構築したら本当に暇なんですよ。だからぼーっとして、なんかビジネスうまくいってますかみたいなこととか、これからどういうふうにしようと思いますみたいな、いわゆるダベリをしてたんですよね。そしたら、私の携帯電話、当時はスマホじゃなく携帯電話だったんですけども、携帯電話は一切誰かも連絡来ないんですよ。でも、一緒に話していた、そのネットワークビジネスの、そのトップランカーの人っていうのは、もう本当5分と開けずに電話が来て、はいはい、あ、ごめんね、とか言って、どうもありがとうございます。ありがとうございます。って感じで、なんかすぐに私との話が中断して、電話の対応して、で、なんか商品をあっちからこっち移してとか、それは俺が処理するから、こうこうこうだとか言ってからね、なんか10分ぐらい話し込むわけですよ。だから結局その人2時間いたんだけど、まあ、私との話、会話ってのはほとんどできなくって、結局、テレアポを目の前でしてるのを見たわけですよね。なんでそんなに、忙しいだろうと、全然その権利収入じゃないじゃんと、超労働収入だなこれはと思ったんですよ。だから仕事が好きだからみたいなことをね言うんですけども、だったらやらないなみたいな。だから仕事が好きはいいんだけど、だって彼女とデートできないじゃんそれじゃとかね、なんか起きた時が朝みたいなね言葉があったけど、ずっと起きてなきゃいけないじゃんみたいな。それこそ電話で叩き起こされて朝じゃんかそれはみたいな。24時間全部サポートしないといけないとかね。それこそ歯ブラシ1本届けるために車でガーッと向かって行って、はいどうぞってかね、1000円もらうみたいなことをやったりとか、目の当たりにしてると、なんだこれはと思いましたよね。しかもそれが下っ端だったらいいんですけども、かなりのトップランカーでもそれやってるんで、その人が個人的に下手なのかもしれないけども、下手だとしたら、そのネットワークビジネスのアップラインの教育は全然こう、ど下手だなとかね。めちゃくちゃだなと。それこそ一般の会社の方がまともにやってるっていうか、上手にやってて、昇進すればするほど給料も上がるし、で、余裕な時間も増えるみたいなね。で、見た目にはいやそんな何昇進する出世するのは一部の人だけだよって言うけども、一部の人なんですよ。株式会社も一般会社も
コンビニチェーンも何でもかんでも一部の人しかそうならないんだけども、でもそうなった暁にこっちの方は一部の人しかうまくいってないけどもすごい暇になって生活豊かになりました、お金いっぱい入ってきますっていうのと、こっちは相変わらず鉄道鉄尾忙しいみたいなね、そんな一部の人、うん、でなんかねタイトル持った人が会場に来たら忙しい中どうもありがとうございましたとかね、いや本当に忙しいんですよこれ、朝から晩までネットワークビジネスに忙しい、サポートに忙しい、なんやかんやで忙しい、いやこんな仕事に拘束される権利収入はないだろうっていうのがありましたねすごく面白かったなと思います。であとはやっぱりこう説明が下手なんですよね、ほとんどの人が。ネットワークビジネスに関わる人もそうなんですけども、一体何を言ってるのか分かんないとかね、こんなにすごい人がいるんですよって、とにかくすごいって言葉ばっかり連発されて冷めてくるっていうかね、他にボキャブラリーないのかよと。すごいといえばね、乗ってくるやつは小学生か中学生かすごいっていう言葉を使わずに喋ったらこの人は無言になるだろうなと思って、うん、で一通り聞いた後にすごいすごい分かったんですけど一体何がすごかったんですかってね、なんかそう意地悪めいた質問しなくちゃいけなかったりとかして、うん、だからなんかモチベーションが全然湧かないんですよね。どん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 こうやる気がなくなってくるっていうか、こんなのにサインしたくないな、で目の色変えて一生懸命説明してるけどちんぷんかんぷんだよ、それだったら概要書面渡して自分で読んだ方がよく理解できるよみたいな感じで、もう喋りも下手でね。で ABC ってやつがあって、その何、まあ、そういうので上手な人がやってきて、紹介者と、まあ、私ね新規顧客の間に入って ABC ってやるんですけども、そのアップラインも下手というね、で物を知らないんですよでなんかそのアップラインが言うのは、これね薬事用の関係で言えないんだけどと言いながら、これはねこういう風に治るんですよとか言うんですよむちゃくちゃ薬事法違反じゃないかみたいな、薬事法の関係で言えないんだけど言ってるというね、はい言っちゃダメでしょみたいなね、そんなことばっかりだとかな。あと最大のはそのネットワークビジネスの商品って要するに広告費を使ってないし営業マンの人件費がないから安いはずなんですよ。でもシャンプーにしても洗剤にしても、じゃあドラッグストアに行ってね1本100円のものがあるのに、なんでこれが1万円こっちじゃ1万円とか買わなくちゃいけない、安くても1000円とかでしょ、どっち買うんですかってなんで本来安くなるはずの広告費とか仲介費がかからないからね、すごく安くできるから、その分研究開発にものすごく使ってるんですがいいけども、いやでも実際こっちの方が安いっすよ、うん、いやそれは有害な物質が入ってるからとか言いますけどね、有害な物質は入ってるけども、それが害をもたらすほどの有害な物質の含有量じゃないでしょうっていうのは裏見たら分かるんで、これ 0.02 って書いてますよね、これどこがどういう環境問題をもたらすんですかみたいなね、うん、面白かったりしますよね。だからなんかこう読解力があると話が空虚になってきて、それこそね営業マン自身の理解度で話すと失敗するんで、概要書面を渡してこれ読んでよかったら契約しての方がすごくいいかなと思うんですよ。で概要書面読むと本当にこう丁寧に書いてあるんで、それで判断した方がいいのかなと思いますよね、うん、そこにはね簡単に儲かりますなんて書いてないし、夜な夜ななんとかパーティーに行きますみたいなこと書いてないわけですよ。でもなんかそのプレゼンする人っていうのはとにかくね成功者がこんなにいるとかね、何をもって成功者か分かんないけども、もう日々忙しいのが成功者みたいな、そんな印象しかなくって、うん、まあ、この営業だったら、なんか相当センスがない人しか入んないだろうなと。それでこれで参加するとまた同じようなセールストーク、当たらないセールストークをやっちゃうから、分かってない人しかサインしないだろうなとかね。冷静に企業経営をしたいとか事業したいっていう人とか、その経験があって初期費用を500万1000万かけた人は、こんなむちゃくちゃなビジネスモデルはないよと思うんですよ。まあそれでもね、所詮ネットワークビジネスだってビジネスの形態の一つなんで、ビジネスを上手に使える人がやればこれはうまくいくんですよ、一定数ね。例えば1人がプレゼンして10人に話すときに契約率はどのくらいかなって言ったら、大体ね10人に話したら2人が契約するんですよね。で2人が契約した後、それが継続して例えば3ヶ月後とか半年後とか1年後までずっといるよっていう確率はどのくらいかってことを考えると、まあこれがね 0.2% か 3% っていう数字が、まあ、出てるわけなんですよ。まあいろんなデータの取り方があるんで、私はそうなんですけども、そうなると10人にしか話せない人はいずれにしてもどっかで行き詰まるか、新規を探し続けてものすごく忙しくなっちゃうから、このコースはないよねってことになるんですよね。それこそ広告宣伝費をかけたりとかテレビ CM に乗っかった方が結局はランニングコスト、それから経費の問題でものすごくバランスが取れているねってことを計算できるわけなんですよ。でもテレビ CM も出してないしタレントさんにギャラも払ってないから、だから
安く作れるんですって言った方はなぜか知んないけどものすごく新規を探すのが大変で全然信頼されないし、それこそこの洗剤がいいんですって言ってもなんかウォンツでなんか100円で売ってるの、なんでこんなんいきなり入れ替えでね800円の買わなくちゃいけないんだ、こんなん700円の差額の分だけ損じゃんみたいな、でポイントが貯まったところでこれ回収できないじゃんって言われたらその通りで、いやだから紹介してダウンラインの人がいっぱい買ったら儲かるでしょって言うけど、待て待てと、そんな人どこにいるんだと、そもそも俺のダウンラインにそんなうまい話は来ないよって、そういうふうな仮説の上に仮説を塗り立てないとうまくいかないっていう話をするんだったらこれはビジネスじゃなくて単なるギャンブルでしょっていうことなんですよね。だからやっぱりね、ある一定の確率でこうなるってものはビジネスである以上出るんで、ネットワークビジネスでもそれを元に話してくれるんだったらまだいいんですけども、そうじゃなくって奇跡的なことが起きたら儲かりますよってことをね延々と話すんですよね。だからギャンブルなんですよ。で強引に契約取ろうと思ったらやっぱり騙し討ちになったりとかするわけですよね。なんか久しぶりに会わないとか言って会ってみたらなんか知らない人が一人いてね、いやどうもどうもどうもなんかすごい人なんですってみたいな感じで急におだて始めてね、はっはーみたいな感じで名刺交換したら終わりですよね。もうねとにかく帰るまで話さないじゃないけど契約するまで返さないみたいな雰囲気になってきてね、あどうぞって決めるのはあなたなんで自由ですよって、強制するつもりはありませんしって当たり前のこと言うんだけども、でもじゃあそろそろ帰ろうかなと思ったら、あこれだけは聞いててくださいよって感じでまた話が始まるのかよみたいなね、いやもう帰りますよ帰りますよって言ったらね、なんか雰囲気悪くなるから帰りにくいなってところもあったりね、アムウェイだけじゃないですよ、アムウェイだけが悪いわけじゃないけども、とにかく商品を紹介するのが下手な人が商品を紹介しなくちゃいけないビジネスをやるとうまくいかないですよね。でなんかこう会員登録貧乏っていうんですか、こっちのネットワークビジネスに初期費用払ってうまくいかないから今度こっちの方に払ってみたいな感じで続いていくとか、あとはね新規さんの取り合いとかね、あの人は私の系列に入るはずだったのにみたいな、そんなん声かけたもん勝ちだろみたいな思うんですけども、そういうのでダダこねる人がいたりとか、だから多分ビジネスを構築している本社とかね、優秀な人は真っ当にやってるんですよ、三流の人がほとんど 99% ぐらいじゃないですか、そういう人が結局会社の評判を貶めて使用者責任みたいなことになるんじゃないですかね。アムウェイもね私は優れたビジネスモデルだと思うんですよ。でもその優れたビジネスモデルを乗りこなせる人はほとんどいないっていう現状があるんではないかなと思うばかりでございます、まずはね人間関係信頼関係を作ってビジネスの話をしますと、ネットワークビジネスです、誰もがうまくいくとは限りません、でも聞きたいんだったら来てねぐらいはいいんですよ、しかも社名まで言っちゃうとかね、さ今度さ会わない、アムウェイの話してやるからそれでよかったらおいでよっていうんでフィルタリングを最初にかけた方がいいですよね。それでも来るってことは契約する可能性高いわけじゃないですか、そっちの方がなんかねお互い時間の無駄も避けていいのかなと思います。とりあえず会って説得してその場で契約させるところでキャンセルになったりとかね、なんか取り消しになったりとかね、それこそ訴訟問題になるわけじゃないですか、だからお願いだからその話聞かせてよって言われてないものをね押し売りするぐらい迷惑な話はないですね。それはビジネスじゃなくて押し売り、オンライン押し売りですね、オンライン押し売りと口コミ押し売り、ピンポーンって人のうちにやってきてね、ゴム紐となんか鉛筆買うまで俺は帰らないぞとか言ってからね、巣ごも人みたいなね、もうああいう押し売りも今いなくなりましたけども形を変えて現代にいたのかなと、それがネットワークビジネスではなかろうかと